皆さんこんばんは。ちょうどライブ配信を始めようとしたら、田中みな実さんがインスタライブを始めたっていう通知が来て、うわタイミング最悪、やらかしたって思ってます。まさかの田中みな実さんと一緒は、私もライブ配信見たいしなと思って。タイミング。あ、でも嬉しい、田中みな実さんのインスタライブやってるのにこっち見てくださってありがとうございます。ちょっと録画残してくれることを祈りましょう。そう、さっきは私のインスタのアカウントの方で、あやんぬさんとレイさんとココンさんと4人でライブ配信してたんですけど、でそれで YouTube 早速2本撮って、でみんな帰って私だけ残って、まあライブ配信しようみたいな感じで、今日何時間喋ってるか本当に分かんないんですけど、永遠に喋ってます。みなみさん始まったけど、リカさん見に来ました、嬉しい、ありがとうございます。コスメカウンターチャンネル登録しました、ありがとうございます。そのさっきの4人で YouTube 解説して、ストーリーの方に URL を残してるので、そちらからチャンネル登録をしていただけたらとても嬉しいです。で今日はまだテーマを決めてなくて、とりあえずやろうみたいな感じで始めて、まあ、以前いただいた質問ボックスとかも見てたんですけど、テーマが決められず、あ先日はどうもありがとうございました、くまモンです。思い出しました、いろんなこと今。先日ありがとうございました、くまモンです。皆さんこんばんは。何がいいですか、何がいいですかね。なんかもうここで聞いてリクエスト募集しようみたいな。だってトム・フォードはもう散々話しているし、でトム・フォードについて話したんですよね。リカさんライブある気がしてた、大正解です。何がいいですかね、何がいいですか。決めずにやんなよって感じですけど、なんかテーマ決めてやりたいなって思って、今日は雑談じゃなくて、昨日雑談だったから今日はちゃんとしたライブ配信しようって思ったんですけど、それ以外は買ってないです。あ、今度診断行きます、楽しみです。待ってます、お待ちしております、ありがとうございます。昨日はあれか、ネイル塗りましたか。塗りました、シャネルの田中みな実さんとお揃いのやつです、こちらです。ちょっと暗いですね、何がいいですかね。卒業式や入学式のメイクが知りたいです。やっぱテーマのメイクの話したいですよね。リングはですね、そうさっき買ったんです、子供のマルシェっていうハンドメイドのお店で買いました、こちらです。あ、そう、しょうこさんたちもやってますよね。そう、なんかいろんな人とライブ配信かぶっちゃったと思って、割とこうなんか適当にあやろうみたいな感じで始めたんですけど、なんかいろんな人とかぶっちゃって、あ、結婚式お呼ばれメイクいいですね。私もちょうど2週間後2月にあるので、そう、田中みな実さんもインスタライブやってて、あ、全然そっち行っていただいて大丈夫ですよ。そう、オールミラージュにしました、結婚式のメイクにしようかな。でも結婚式のメイクって悩みますよね。田中みな実さんになるには何メイク、ナチュラルメイク。お、じゃあ結婚式やっぱ多いですよね、この時期。あら、花嫁側はちょっと人によるかな。あやねこさんありがとうございます。皆さん、あやねこさん私のライブに来てくれました、嬉しい、明日会えるの楽しみにしてます、ありがとうございます。愛だ。春コスメおすすめ、私春コスメ今手持ちのが少なすぎて、なんかそんなに紹介できないから、でアディクションも今手元にないので、なんかその春コスメが全然紹介できないので、それはなしですみません。あれかな、結婚式メイクかな。でも結婚式のメイクってドレスにもよると思いますし、いや、花嫁側はちょっと責任が重すぎて、その方のことわからないのに、ちょっとそんなにこうなんか、あ、これこれってちょっと言えないので申し訳ございません。答えたい気持ちは山々なんですが、お顔を見てないとそんな責任重大なことは私には言えないです。あとちょっと、あ、やだ、ちょっとカメラ曇ってるのでちょっと拭きますね、すいません。治らないですかね。
で、じゃあ結婚式のメイク、皆さん何色着ますか？結婚式のお呼ばれのドレスって。私はボルドーを着ます。皆さん何色ですか？黒ですか？紺ですか？なんかアイシャドウはそんなに気にして選ばないんですけど、あ、緑、あー確かに緑多いですよね。この間緑が超かぶってました。あ、黒来ました。黒、ネイビー、紺。あー、やっぱ多いんだ、黒、ネイビー、紺。そしたらみんなブルベのメイクになっちゃいますね。ネイビーか緑、ネイビーか深緑。おー、緑多いな。やっぱこの間緑4人ぐらいかぶってたんですよね、一つのテーブルで。ネイビー、ブラックやっぱ多いんですね。ネイビーもブラックもブルベのメイクですね。そしたら緑や赤、さすがイエベの沙織さん。春ですもんね。緑多いんですね。緑ってでも緑によって青緑だったりとか、イエベの緑だったりとかしますよね。どのくらいの色なんだろう。アイシャドウブラウンかな。なんかラメって思いますけど、まあ華やかさラメあってもいいかな。自分も何使おうか一緒に考えますね。私はボルドーなんですけど、割とそこはこう人と被らない色とかを考えて、深い青みの緑。あ、じゃあみんなブルベのメイクになっちゃうな。あ、ターコイズブルー。ネイビーやグリーン多いの驚いた、意外だね。私もここで知ってなんかびっくり。でもグリーン確かに被るんですよね。そう、ネイビーグリーンやっぱ被りますね。ブラックかと思ってました、多いの。結構次行く子にみんなに何着てくのって聞いてたら、結構ブラックブラックブラックって感じだったので、うん、華やかなブラウンメイク、確かに。じゃあ華やかなブラウンメイクにします。華やかなブラウンメイクですね。華やかなブラウンメイク、何がいいかな。まあ私といえばこちらですよね。じゃん、ハネムーンじゃなくて間違えた、トムフォードのゴールデンウィンク。あとまあブルベのブラウンだったらスックの07番。で今日使って知った組み合わせってめっちゃ可愛かったのが、ナーズのデュオアイシャドウとの組み合わせ。ナーズのデュオアイシャドウの3924のこれとこれで、ブルベのブラウンで、そこからラメを足します。これかな、ボビーブラウンのムーンストーン。まあ、この2つで、チークは幸福感出るように。なんでアイシャドウあんまり濃くしすぎると全体のメイクバランスが悪くなるので、まあ、締め色そこまで入れすぎないように、あくまでもね主役ではないので、こうね張り切りすぎない感じにしたいので、アイシャドウほどほどに、でチークは幸福感出るように、割と普段はそんなに濃く入れないんですけど入れようかなと思いますので、チークはエレガンスかな。ブルベメイクはエレガンスの RD303 番、こちらでメイクして、イエベメイクだったらチークは、あ、いいんじゃないですか。あ、悩むな。グッドガールとか、うん、いい色合いですね。ここで、あ、けど色白い方だったらメロンポップとかも可愛いかな。あら、ないわ。そしたらやめて、何でしょうかな。スプリング様の、じゃあ RMK のシルバーコーラルとか、この辺黄ピンクで可愛く持ってきて、リップは
色持ち重視にしたいので、シューベ村のラックシュプリアのベージュの4番、濃いリップが好きな方だったらベージュの4番で、可愛い感じが好きだったらベージュの5番か、ちょっと大人っぽい感じで濃いめのリップにしたかったらシューベ村のベージュの4番とか、ブルベのメイクだったらこんな感じかな。これでイエベのメイクだったらこれプラスリップはどうしようかな、悩むな。スプリング、あーでも色持ちがな、色持ちいいリップ、スプリング悩みますね。ムーンストーンのブラウンメイク教えてほしいです。こういうラメしか乗らないものは別に何色でもいいと思いますよ。下に使うものは私は気にせず使いますね。じゃあゴールデンウィーク以外だったら、ルナソレもいいと思うんですけど、ベージュベージュじゃ弱いと思うんですよ。割とこうオフィス向きベージュじゃないですか。ってなったらスペシャルの日にはちょっと弱いかな。ないけど、ピーチとか、ピーチとかいいかな、チークはもういいか。ハルスミレだ、ブルベのチークだったらハルスミレとか、イエベのチークだったら何かな、ピーチも可愛いし、オーガズムも可愛いと思います。あとはシャネルの330番とか可愛いかも。いやこれ何の紹介か分かんなくなってきちゃったんですけどとか、この辺のチークも可愛いかな、スプリング向きだと。あとはブルベのチークだとこの辺とか、リップですね。色持ち重視したいですけど、そんなに強すぎないものだと、でもしっかりセミマット手がちょっとしっかりつくのがいいので、この辺とピーチとオーガズム、オーガズムが今手元にないのであれなんですけど、ピーチの方がオレンジ強めです。あとはスプリングのリップだったら、シーシアとか可愛いかな、マックのシーシアとか、あとはじゃあ好印象メイクかな。これってどうなんですかね、なんか何メイクかそろそろ分かんなくなってきちゃったんですけど、じゃあこんな感じで腕に出していきますかね。ちょっとクレンジングとコットン用意します。リップ装置出しますよ、全部今からちょっと決めてから出したくて。ブルベのブラウンはあとはやっぱりこれかな。あやねこさんだったら何使いますかでもあげてた気がします、ログとか見た気がする。これかな、ちょっと画面がやっぱり曇ってる。これって画面の なんかで曇ってるんですかね。あとでもこれも可愛いよな、切りないですね、こうやって出していくと、でイエベでピンクシャドウにするなら綾菜でしことか。でも皆さんそんなグリーンだったらピンクじゃないですよね。グリーンだったらそんなにもう服に色があるので、あんまり顔に色足したくないかも。早速やってきますかね。 YouTube 解説、私の編集が終わり次第ですリカさんが紹介してくれたエレガンスのベージュ401のチークを購入しました。ブルベに合うベージュチークを探していたのとても助かりました。嬉しいです、ね、いい色ですよね。私もすごい使ってます、あれは。じゃあこのまま一つずつというかワンパターンずつ出していきます。ではまずちょっとブルベが渋滞しているのでブルベからやってきます。特にサマー
の方に似合うアイシャドウからやっていきますね。まずはこちらのバージンオーキッド。まあこれもね、何回もそっち出してますし、この TF のロゴの消え具合からかなりこう愛用はしているんですが、まずこのホワイトのカラーでアイホールに広げてちょっと目を描きますね。アイホールにホワイトを入れて、でピンクをさらに広めに。まあでもブルーベースのサマーの方でも奥二重とか一重だとこのピンクのアイシャドウはちょっと晴れぼったく見えるので、これじゃない方がいいかもしれないです。はい、こんな感じで二重幅にスモーキーなカラーを入れて影を作ります。これサマーさんじゃないとこのグレーが苦手な方だとここ浮くので、なんか 100% 似合うとも言い切れないんですけど、本当にサマーの方におすすめですこれは。でこんな感じでアイシャドウ結構淡めに柔らかい印象に仕上がって、でチークはスックの春すみれ、これをちょっとこう黒目の内側とかまで入れて、いつもよりも顔の中心に多く入れて、うん、可愛いですね。でリップはちょっと色持ちいいものがいいので、でもツヤはあってもなくてもどっちでもいい気がする。幸福感あって色も上品で可愛いものだと、わお上品で可愛いってなったらこれかな。コスメデコルテの RO650 番、もう色持ちはそんなに良くないけど、まあお直ししましょうというところで出します。私は割とこうカメラマンの立ち回りになることが多いので、本当に結構忙しくて直せないので、リップはね絶対落ちにくいものをつけたいんですけど、普通だったら座ってられると思うので直すかな。このコスメデコルテの RO650 番がすごいいい色味で、本当にブルーベースの方におすすめの定番で使いやすいリップだと思います。こんな感じで、こっからもでも十分ねアイシャドウにきらめきあるので、これ以上ラメあったらちょっとうるさいかなっていう感じはあります。目元にもツヤで、唇にもツヤなので、これ以上のラメはいらないかなって正直思います。うん、可愛いですね。これは私普通にやるメイクかも、好印象メイクとかだったら。うん、こんな感じ。まあファンデーションいつもよりしっかりめにコンシーラーとか使って肌の色ムラ整えてあげるといいんじゃないかなと思います。でこれがまず1パターン目で、次いきます。やっぱメイク提案、メイクのこの組み合わせ考えるのってやっぱ楽しいですよね。はい、次、今はこれとこれとコスメデコルテの組み合わせだったので、次がですね、これはどうしよう、まあ、ウィンターの方もいけると思います。ベースメイクもやっぱりピンク系仕込んだ方が華やかさ出ますかね。でもそれで顔だけ白くてもちょっと変かなと思うので、華やかさをベースで出すっていうよりは、あのベースできちんと感を出す、すっぴん感を出さない、きちんとした服装に合うようなきちんとしたベース作り。だってヘアセットもしっかりしてて、肌だけちょっとすっぴん風って違和感なんですよね。なのでベースメイクナチュラルな方も、いつもはなんかちゃっとクッションババッと塗って終わりの方も、目周りちゃんとコンシーラー使ってクマをカバーしたりとか赤みをカバーしたりとか、
あのベースメイクにきちんと感を出す、あまりツヤツヤしてるときちんと感出なくてカジュアルになるので、ちょっとツヤをこうメタリックなツヤとかにしてあげたりとかがいいと思います。ライト様でも大丈夫でしょうか。どうでしょうね、その方のお顔立ちにもよると思うので、一度タッチアップしていただくのがいいかなって思います。でもここのグレーが結構強くなってくるので、ライトさんだとここのなんて言うんでしょう、その方にもよるので、私が答えられるのはサマーのところまでなので正直何とも言えないんですけど、まあ試してみてください。でもイエローベースの要素はそんなにないのでいけるんじゃないかな。ここが結構引っ張ります。でですね、なんだっけ、でベースできちんと感出してあげるっていうのがいいかなっていうのと、こっちですね、こっちだったらウィンターの方でも似合うと思います。どうしようかな、これは眉下のハイライトとかでちょっと明るさを出してあげるのがいいかな。なんで濡れツヤ系のハイライトはちょっと結婚式とかだと不向きかなと私は思います。使うんだったらローラーメルシェのディボーションみたいな、あれぐらいのメタリックなツヤ感がいいかな。そう、ハイライトとのコントラストすごい大事ですよ。でもハイライトもこうオイルのツヤとかではなくて、もうちょっとこう上品な感じにしてあげるのがいいですね。オイルのツヤは結構あのナチュラルなので、どれからいこうかな。うん、ピンク系の洋服着る方だったらピンクメインでもいいかも。でもこれだったらネイビーとかブラック似合いますね。さっきのだとネイビーの方がイメージ強いかも。でこっちだとちょっとかっこいい印象になります。さっきクールな印象にしたいかもって方いたので、そしたらこのスモーキーなカラーを二重幅よりもちょっと広く入れてあげるといいと思います。で際でちょっと目頭側にハイライト仕込んでもいいかも。ちょっとこれ乗せすぎたんですけど結構ここが華やかな色味かなと思います。でも先ほどよりも濃さは出てるので、ちょっと濃さが必要な方こっちおすすめです。有色薬ブルベフユーでもいけますか。どうですかね、なんかちょっと足りなそう。まあ実際夏に似合うって言われてても顔に似合わなかったりとかするので、まあ、まずタッチアップしてみるのがいいと思いますよ。私ならしますかね、不安なやつだったら。割ともここまで来ると自分が似合うやつ似合わないやつ分かるので、あーでもウィンターだったらチークあんま入れたくないんだよなちょっと薄めに入れますかね、これぐらい。でリップはシャネルのルージュココ430番マリー使います。ね、結構顔が締まりますね。はい、こんな感じ。さっきよりも赤っぽいリップにしてあげて、そうするとより黒い洋服とかもマッチしやすくなります。うん、あとネイビーでももちろん似合いますよ。こんな感じ。チークはちょっと最後に足してどこまでいけるか、濃さは足してあげるのが一番失敗しないかなと思います。こんな感じ。じゃあ冬終わりで、1個は私がしようと思ってるメイクしますね私はブライトサマーのクリアウィンターで、顔タイプが大人顔の直線多めのエレガントタイプで、赤いワンピースを、赤もボルドーのワンピースを着る予定なんですよ。そんな感じで考えたメイクで、あとカメラマンなので、こうまあちょっとなんて言うんでしょう、よく動き回るタイプの立ち回りなので、そんな感じを意識してメイクしていきます。でまずベースに使用していくのが NARS のデュオアイシャドウの3924のこの明るいカラーをアイホールにとって、
これが細かいピンクのラメが入っててツヤ感も出るんです。私これ結構淡くなっちゃうので二重幅よりちょっと広めに隣のカラーを入れて、でこのココアブラウン、スックの07番のココアブラウンをさらに重ねていきます。でも重ねた後にこっちでもいいな。うん、いい感じ。これでラメを仕上げに、ボビー・ブラウンのムーンストーンをチラチラチラっと。あ、美穂さんありがとうございます。さっき買ったばっかで嬉しくてつけてます単純今回はなくさない。はい、こんな感じでキラキラで作っていきます。でチークはどうしようかな。リップを濃くしたいのでチークはそんなに濃くつきたくないのでスックにしようかな。そう、ラメ感綺麗ですよね。やっぱりボビーブラウンのムーンストーンのラメすごい可愛いんですよ。ただやっぱりラメを引き立たせるためにはベースがキラキラしてるとラメは目立たないので、割とベースにラメ少なめのものに重ねるのがおすすめです。下まぶたは多分これ入れた上にこれ重ねて、目尻にこれ入れます。でチーク、割といつも通りですねで右端でぼかして、リップは大好きシューベムラのラックシュプリアベージュの4番、本当に落ちにくくて最高ですね。私結婚式で落ち着いて座ってたことなくて、いつもこうバタバタとしてるんですよ。本当に忙しくていつもなんでリップは絶対に落ちにくいものが必須です。この間書き込みましたもん、ご飯今食べとかないとみたいな感じでガッて食べました。みんなが食べてる時に私写真撮ってて忙しくってそう全然食べれなくてガッて食べて、また今度その時間が終わったらこうお色直して入ってきてまた写真撮らなきゃみたいな感じで常にカメラ2台構えてこう動き回ってるんですよ。なので落ちにくさが本当に大事で、このシューベムラのラックシュプリアを持っていこうと思います。前もねこれ使ってました。アイラインは絶対リキッドでお湯落ちのマスカラ使いますかね。そう、前回もうこのカメラ覗くのに片目ウィンクするので、まあ、それでかつ泣いて左目のメイクがボロボロになってまあひどかったので、まあ、バッグにちっちゃいバッグに綿棒ぐらい入れとこうってちょっと反省したんですけど、このまま色このまま残りますよ。全部残ります。ツヤもさすがに食事したら取れますけど、うん、っていうような感じです。まあ喋ってるだけでは取れないので、そう結構ね式場の方がってなるぐらいの重装備ではい追っかけております。で今回もそれを頼まれているので、はい、ネイルはシャネルの今回の春の新色です。でこれを私は使う予定でいるので次スプリングいきます。あ、眉にシャドウのカラーとか入れますか。これぐらいの色味だったら今回ブラウンがテーマなので入れないですかね。でも今回赤いしな、ドレス、私はドレス赤いので赤い色入れて眉毛にも赤入れようと思いますラック、うん、ラック見た。ドラメが苦手なタイプというのはどういった特徴がありますか。苦手なのは乗せて
判断しますかね。結構ラメが勝っちゃう、なんか派手だなとか、今日なんかパーティーとか行かれるんですかっていう、本当に私言われたことあるんですけど、それぐらいなんかこのなんて言うんでしょう、肌から浮いてると苦手かなって思います。まあ結婚式ぐらい、まあそのパーティーですかって聞かれるってことは、パーティーだったら許されるっていうことなので、まあそういう日ぐらい大きいラメつけてもいいと思います。ただそういう時はつけ方に気をつけてあげて、こうポンポンってつけたりとか、まあ、ガシガシ取らないとか、そういう風に調節してあげれば、まだ上品にラメが苦手な方でも使えると思います。はい、そして次、イエローベース向きの、まあ、お上品なかつ華やかなメイク提案で、まず一つ目がこっちでいきますね。トム・フォードの、ゴールデンミンク、こちらの色ですね。あー、チーク悩むな、チークアディクションかな、わー悩むな、アディクションにして、リップはコスメデコルテ。じゃあまずメイクしていきますね。眉毛にカラー入れるのは色物のメイクの方が相性いいかなっていう感じはします。でまずゴールデンミンクの右上のオレンジをアイホールに広げます。まあ、これちょっとオレンジ入ってるので、まあその黄身の緑、青緑じゃない緑のドレスの方とかだったら似合うと思います。で二重幅に左下のブラウン、これ奥二重の方だったら目を開けた時に目のフレームによりも見えるところに入れて、で目の際にもブラウン入れます。はい、うん、華やかさがすごいいいですね。で仕上げにゴールドラメを中央にポン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 と乗せていくと、こんな感じ、結構ギラギラの華やかな感じになりますね。でそしてチーク、チークはコーラルのアディクションのザ・ブラッシュ17番のグッドガールです。こちらをして、リップね悩んだんですけど、コスメデコルテの PK855 番、こちらで、うん、こんな感じ、うん、かわいいですね。こんな感じでいかがでしょうか。ちょっと明るいかな、うん、ハルビビエレガントゴールデンミンクだけで仕上げると弱い感じがします。目尻に締め色を濃くすればいいですか。そうですね、あとはアイライン、リキッドのアイラインでしっかり引いてあげるとか、そういう風に強さを足してあげるといいと思います。可愛いですよねこれ。そう、私がスプリングだったらしたかったそんなメイクです。あとは、まあ、ちょっともうちょっとで廃盤になっちゃいますけど、ティントインバームとかでもいいかなと思います。廃盤ね、悲しいですよね。そう、今のはスプリングのメイクですよ。ツヤツヤにしてます。まあ、その分肌はちょっとしっかりめに作ってあげるといいですね。ハイカバーなもの、今の時期ちょっとカバー力あるもの使っちゃうと、もしかしたらパサッとしちゃう方いると思うので、そしたら下地しっとりめにしてあげたりとかで、バランスを取るのがいいと思います。あとはフェイスパウダー少なめにしたりとか、どちらにしろベースメイクのきっちり感は欲しいですね。だらしなく見えないように。でこれがまずパターン1、そしてパターン2、ピンクいっちゃいます。確かティントインバーム廃盤だと思います。あの星が出るにあたってなくなるんじゃないんですか。残るんだったらすみません、廃盤だと思ってました。はい、じゃあ次アヤナデシコいきます。スックの04番アヤナデシコ、こちらを使用していきますね。まあこれはピンク
ピンクの服にピンクはちょっとくどいかなとも思うんですよ。まあ可愛いとも思うんですけど、結構甘くなるので、まあネイビーでピンクでもいいと思います。私は廃盤って聞いてたんですけど、そうじゃなかったらすみません。今年廃盤多いですよね、コスメの。じゃあこれすごいね、簡単なんですよ。スックのアイシャドウは時間がない時こそ使いたくなるっていうぐらい、やっぱりこうこのパールが細かいので、自然な影が作れるんですよね。グラデーションも綺麗に決まります。適当にやってもそれっぽく上品に仕上がるのがスック、テクニックいらずです。でこんな感じでこの順番でつけていって、ね、でもココミラに似たような感じが出ますもんね、次。もっと柔らかい感じ。で、こんな感じのアイシャドウです。まあこれだったら奥二重の方だったらいけるかなと思います。あんまりピン、ここをあんまり入れないようにすればいけると思います。で、チークはシャネルの72番ローズイニシアル使います。これもね、まあかわいいコーラルピンクで、ほらいい幸福感出るんですよ、春らしくてかわいいんです。はい、こんな感じ。あ、リップ悩むな。リップは同じスックでもいいし、あ、スックの2番とか使いたくなりますね。うわー、どうしよう、スックの2番。綾菜でしこに合わせるチーク悩みますか？同じスックでも似合うのあると思いますよ。うん、こんな感じで全体的に淡い色が得意な方だったらこういう感じ。これは02番の色なんですけど、あとは、うん、ちょっと濃い感じにするなら、マックのシーシアとか、うん、これも可愛いし、あとはそうですね、スプリングのリップ、あとこれ、私がイエベだったら使いたかった色、アディクションのザ・リップスティックサテンの006番 You Are Everything って色なんですけど、なんか程よくないですか、このピンク。めちゃくちゃ可愛いんですよ。でちょっとこうサテンなので細かいパールが入ってはいるんですけど、このサテンで作るツヤめっちゃ可愛いんですよ。これ可愛いんです。これが似合う人になりたかったYou are everything、 これ可愛いんですよね。え、可愛いですよね。なんか派手すぎず、そう、幸福感。インスタライブ保存してあると思います。されてましたよ、私はさっき見れました。そう、これ可愛いですよね。私がスプリングだったらつけてた。可愛い。うわ、すみません。よいしょ。今一応リップで紹介したのはこの3つです。モイスチャーリッチリップスティックの02番、リップスティックマックのリップスティックシーシア、アディクションの6番 You are everything。 沙織さん似合うと思いますよ。ちょっとタッチアップしに行ってみてください。これ超可愛いですよね。本当にこういう黄身ピンクが似合う方に使ってほしい。で、あとはすっごいコーラルばっか出てくるんですけど、あとは何かな、あとシャネルの90番とかでも可愛いかな。
でも赤だったらシャネルの78番のエモーションもいいかも。このクリアレッドなのでこう頑張りすぎてない感じの赤、うん、もういいですね。かわいい。これがシャネルのルージュココフラッシュの78番でした。いや可愛いな。本当はリップ私が1本ずつ塗ってこんな感じってやりたいんですけどね、顔が出せたら本当に良かった。さすがに口元はね出せないですよね。どうやって出すのって感じじゃないですか。サングラス。あとは最近リカさんをして動画見始めたんでライブ配信見れて嬉しいです。ありがとうございます。最近パーソナルカラー診断を受けたらいろいろ参考にさせていただきます。あ、そうなんですね。参考になったら嬉しいです。ブラウンアイシャドウでおすすめどういうのがいいですか。パレットがいいですか。単色がいいですか。淡いのがいいですか。濃いのがいいですか。黄みがいいですか。どんなのがいいですか。あとは黄み系、ひたすらじゃあリップ紹介しますね。私が赤リップで割と派手すぎない赤で好きなブルゲス、あ、ちょっと黄みの要素がなんか絶妙な赤なのが、これもずっと紹介してるかもしれないんですけど、ルージュディオールの665番レベっていう色なんですけど、これもねいい赤なんですよ。なんか真っ赤すぎなくていいんです。なんか赤ってこういうイメージじゃないですかっていうのをちょっと出しますね。なんかそんなパッて出てこなくて申し訳ないんですけど、なんか赤ってこういうイメージじゃないですか。でもこのピンクっぽい赤って絶妙で可愛いんですよ。ココフラッシュと比較すると、あ、ココフラッシュの濃い版かな。でもちょっとピンクっぽさこっちの方があるんですよね。なんでこっちの方がやっぱちょっと黄みがあって、こっちの方がピンク感強い。青みのクリアな赤リップにアイメイク教えてください。あんまり締め色とか濃く入れずに、割とラメ感と、このパレットで言うとこのぐらいの淡さでいいと思います。これだったら、あ、でも青みだったら、それでもさっきのバージンオーキッドでもいいかな。これとかこれぐらいの明るくて淡い感じの方が相性いいと思います。あら、電波悪いですか。皆さん悪い、皆さん電波悪いなら切ります。Wi-Fi。ディオールの品番は665番です。ルージュディオール。これは割とこうそんなに落ちにくくもなく、ツヤツヤすぎずマットすぎず、割と真ん中で使いやすいです。電波気にならないですか？よかったです。じゃ電波悪い方は場所かな。一回退出してから入るといいかもしれない。うん、こんな感じ。あとちょっとこっからリップの話していいですか。やっぱ皆さんリップ好きですよね。じゃあリップの話していいですか。超話飛ぶんですけど、なんか赤リップの話したくて、今この流れで赤リップの比較しますね。まあでもいくらサマーにおすすめって言ったって自分の顔に似合うかどうかわからないので、タッチアップはしてほしいです。年齢問わず使えますか。もちろんですよ。まあその肌に似合えば顔に似合えば別に年齢関係なく使えますよ。そんなに私明るすぎる色とか可愛すぎる色はそんなに私も得意ではなくってそんなに出さないので、リップタトゥーやルーム&のティントやナーズのマットリップでも落ちてしまうんですが、最強ティントありますか。どれぐらいの長さつけてますか、それ。あ、そう、アカリンのリップですよね。私も言った後にアカリップってそっちもあったと思ったんですけど、まあ、アカリップもありますよ。そう言った後にアカリップってアカリップもあるなって。スピリングのチーク、ちょっと片付けしてからないとすぐ汚くなっちゃうから。赤いリップの話をしたくって。
に言い換えます。すみません。赤リップも好きですよ、もちろん。赤リンの赤リップ、1時間ぐらい、めっちゃ早いですね。どうしてだろう。なんか舐める癖があったとしても、あのナーズはそんな落ちないかな。私はちょっとディオールはそんなに色持ちよくないんですけど、タトゥーナーズのマットでも落ちますか。あ、リングは全然、あのあれです、子供のマルシェっていうハンドメイドのお店で買ったリングです。1個3000円とかそれぐらいのやつです。で、赤いリップをちょっと引っ張り出してきますね。皆さん赤いリップってどうですか、使えますか。もう大惨事。男性系あまり良くないかもしれませんが、濃い赤リップ好きです。そう、一般受け、なんか女子受けはするけど、こう一般受けはねしにくいですよね。デュボネ、ここで急にマックちゃんがいっぱい出てきますよ。赤は、あ、めっちゃいい赤いっぱいあるんですよ。マックちゃんでいっぱい。クリームミオ、クランベリー、イエベおすすめのマックのリップ知りたいです。あります。パラマウント、これは茶色い。ちょっと待ってくださいね、ちょっとガサガサします。わ、いっぱいある。あります、すいません。あー、確かに沙織さん赤リップのイメージあんまりないかも。つけて多分これかな、つけられてこれかもね。フレッシュさんだと濃いリップ難しいですよね。でも秋冬フレッシュ、秋冬系の色じゃない方がいいですかね。でもやっぱりそういう色も好きだから、そういう色も紹介します。マックで一番好きな色、悩ましいですね。なんだろう、クリームイワコーヒーかな。あ、ナーズの12、そう、私も今12入れようと思ったんですよね、40も。けど40が結構ぐっちゃりしてて、ちょっと人様に出せるような状態ではないんですよ。あ、191可愛いですよね、似た色。似た色はココフラッシュの90番は割と近しいかなって思ってましたけど、どうですか。まあ、ちょっとこんなもんで、リップの収納は全部ブランド別じゃなくて色別にしてあります。確かに美穂さんもあんま赤リップのイメージないな。そう、確かに赤リップ私だったらこう選んでつけないかなっていう感じはちょっとありますが、まあ赤リップ。まあでももちろんつけ方、この間のビューティーサバイバルであったようにがっつりつけなきゃいい話なので、まあつけ方ですね。うん、つけ方を工夫してあげてください。まああとじゃあ王道の真っ赤っかとかも入れとこうかな。デアユー、あった、デアユーもそうですね。あとはファール、じゃあこの辺でやってきます。いや、もう十分ですよね。クリームイヤーコーヒーってパーソナルカラー何だと思いますかね。何ですかね、茶色いカラー。でもオータムじゃないですか、茶色いカラー。だってあんなに濃くて、濃い色の時点で濃くて濁ってるからオータムじゃないですかね。で、あ、濃い色マット、唇のシワ目立つ気がしていて苦手で、シアなものばかりつけてます。買うタイプフレッシュです。うん、フレッシュも結構引っ張ってそうですね。じゃあ赤リップ、じゃあフレッシュさんとかにも使える赤リップも入れつつやろうかな。あとは何かな、
サマーの赤リップね。いやーでもなんかちょうどいいとこ攻めるの難しいですよね。それこそティントインバームとかがちょうどよかったんですけどね。じゃあやってきます。あ、たまには赤リップをがっつり塗って強い女になりたくなります。わかります。あとは最近コカオタイプやってて話してて気づいたのは、やっぱりフェミニンさんは甘い顔に飽きてきて強い女になりたがる傾向がありましたそう、顔タイプも結構ありますよ。じゃあ今回多いマックからやってきますかね。マック、シャネル、シャネル、ディオール、スーク、ナーズ、スリー。はい、じゃあまずこんな感じで紹介していきます。まず1本目ですね。あ、これは結構濃いめかも。マックのリップスティックデューボネです。これはですね、結構な赤リップです。ちょっと目が消えなくて。顔タイプキュートに赤リップはお預けですね。そうですね、リップクリーム多めにしてポポンってつけて指で動かしてっていう、結構薄く塗らないと難しい。赤リップの話になった途端にテンション爆上がりの傘が面白いです、ね、分かりやすいですよねはい、いきます。これでも減らしたんですよ、赤リップ。まずはマックのデュボネからいきますね。そう、これはウィンター、ウィンターだと、うん、こんな感じの割と濃いめの鮮やかな赤です。なんでさすがに私もこれを、私はウィンターではなくやっぱりサマーなので鮮やかで濃いものっていうのは苦手なんですね。なんでこれをつけるときはこうやって指にとってこうやってつけるようにしたりとか、ほら、そう、割と今の若い子ってこういう濃い肌から浮く赤好きじゃないですか。まあ今の若い子ってっていう時点でちょっと今自分でも嫌になったんですけどこういう風につけてあげたら可愛くないですか。さあ、赤リップつけたいけど直塗りは顔から浮くっていう方はこういう風につけてあげたら可愛い。うん、結構強い女になれますこれがマックのリップスティックデュボネ。同じ色とは思えないですよね。これはまだ割とツヤがある方です。でこれですね。でもみんなこんな唇にしてますよね。そう、今の子はみんな知ってるだからいけるでこちらリップスティックブリックオラです。ブリックオーラはね、本当にイエローベースの方におすすめの赤リップです。こちらはですね、まだ先ほどの赤に比べて鮮やかさはそんなにない。で、これはね、可愛いんですよ。そう、顔からね、赤リップ浮いてますよね。でもね、それが可愛いんですよ。それが流行り。で、こっちはポンポン漬けでもそんなに色の変化ないかもです。でもちょっとベージュピンクっぽくなるかな。うん、こう見ると黄身なのが分かりますよね。そう、ブリックオーラ可愛いですよ。イエローベースの方におすすめです。ブリックオーラ、青みの赤苦手っていう方におすすめ。そして次、デアユー。デアユーも青いですね。まあ青いね、ブリッコラ可愛いですよね。デアユーも結構青いので、また指にとってポン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 と、なんならデュボネの方がそんなに青くないんですよ。デアユーの方がより青みの鮮やかです。リップクリーム多めにしてこう塗るともっと薄くつけられますよ。そう、これもウィンターです。はい、こんな感じ。なるとこっちちょっとそんなに青みじゃないんですよ。そう、これは多分ちょっと黄身も持ってるかな。こう見るとそう、青み得意な方はこれいいと思いますよ。でもこう子供顔で真っ赤なリップはちょっと浮いちゃうっていう方はこのポンポン塗りがおすすめです。以上がマックのリップスティック3本。結局多分すごい喋ることになりそう、これデアユー、ブリックオラ、デュボネ、こちらの3色です。
薄い色のリップが入るって見たんですけど本当なんですかね、どうなんですかね。でもギャップ激しすぎません？振り幅これはちょっとツヤあるかなと思います。でも時間が経てばそんなにツヤは残らないですね、マックのリップスティックは。そう、塗り方でこんなに違うので、わ、濃いかもって思って使わなくなったリップとか、こういう風に塗ってあげればこうまたチャレンジできるようになりますよ。あと下だけ塗って、うーんって唇を上下合わせてこう薄くつけてあげるとかもいいと思います。赤は落ちなくなりますね。そして次、君の赤で特集しようかなと思ったけどそんなになかったので、じゃあさっきのブリックオーラとちょっと比較します。ブリックオーラがこういう色でしたよね。でこちらもおすすめなのがボビーブラウンのクラッシュドリップカラー、クランベリーの色です。クランベリーも少しこう黄みがかった赤です。うん、似てますね、こんな感じ。そう、比較楽しいですよね、私も楽しいクランベリー可愛いんですよ、この黄みの赤。クランベリーの方がツヤ感は結構控えめですね。クランベリーもね可愛い黄みレッドですよ。この黄みがね絶妙なんです、ここに黄みの赤がもうないかもしれない。ツヤツヤのルージュココフラッシュ78倍モーション。そう、手持ちで使いこなせてないリップとかちょっと試しに一回やってみてください、時間ある時とかに。ココフラッシュ78番、こう見るとちょっとピンクっぽく見えるかな。でもこれは黄みも青みも割と明るい色が得意な方だったらどっちもいけます。そう、ボビー薄付きなんです。意外と一度塗れたとそんなに重たく出ないです。あ、クランベリーお持ちですか、可愛いですよね。78のエモーションで、まあ、私がもうイベントで紹介しすぎてもうほぼ使い切り、これ以上出ないんですけど、これがまあでも赤リップにしていいのかな、ローズレッドの82番、これは青みです。なんで濃いリップが苦手な方で赤っぽいローズレッドつけたいなっていう人はもうこれぐらい薄いと、もうこれだったら安心して使えるから。ここのツヤ度すごいですね。こっちが82番で上が78で下が82です。あ、ルビーちょっと、あれルビーってちょっと青くなかったでしたっけ、ですよね。あ、ルビーでやってみてください、ポンポン塗り。ルビーも赤いですよね。そしてじゃあついでに青みの赤に行こうかな。ねえ82ね、使いやすいですよね。でレベもねもうこれしかないんですけど、あ、イベントでつけていただいて購入しました。82はお気に入りです、嬉しい。ココフラッシュはですねちょっとした気がします。ココフラッシュでもそんなに香りする記憶がないです。しましたっけ、ちょっとローズの香りしたかな。でも全然きつくないです。そう、82は割とこう明るい色とかが得意な方はいけると思いますよ、ブルーベースの方なら。でさっき紹介した私が大好きな665、でもちょっとピンクがかったレッド、ちょっとしますけど苦手な私が使うの大丈夫だと思いますよ。だそうです。そういけますよね、このシャネルのリップって意外とそんなに香りしないですよね。はい、78 82 665。そう、ふんわり、そうシャネルふんわりですよね香り。はい、今こんな感じです。あ、やばついちゃった。あ、そう、私もね唇皮むけちゃうんですよ、わかりますそうね、私の手持ちの中で一番濃いリップがシャネルのルージュアリュールベルベットの58番、ルージュビ、うん、サンローラン私の中では結構エスティローダーもきつい方かもです。
これはもうマットな赤ですね。結構しっかりめの赤なんで、かっちり決めたい日は使いますけど、リップブラシで塗ることが多いですかね。82と666ぜひタッチアップしてみてください。でちょっと似合うか見てみてください、ね、シャネルのツヤダントツですよね。まあ、その分色持ちはね長くないんですけど、まあうんいいでしょう。でちょっと青みも入っているレッド、でもそんなになんて言うんでしょう、ちょっと黄みも感じるやつ、ルージュブルベですか。そうです、青みの赤です。ジプシー、これはオータムとウィンターどっちも持ってる方いけると思います。ちょっとねでもこれテクスチャーが柔らかすぎてぐしゃぐしゃなんですけど、これもかなりツヤ度高いです。これは2940の色味ですね。こんな感じ。これはしっかりつくのにツヤもしっかり乗るんですよ。これゲランの香りちょっと思い出せないです。今あんまり使ったことないかも。あったかも、あけど今ないすいません。これはちょっと深みのあるやつで、スック、私これね明るく出ちゃうんですけど、スックのモイスチャーリッチリップスティック9番の木赤です。あ、無味無香料、わかります。無味無香料、何無香料かな、うん、スック無香料、無味無味です。スックはこんな感じのちょっとピンクがかった青みの赤ですね。でもゴールドの雨なので、オータムとウィンターどっちも持ってる方、まあ、ウィンター持っててオータム持ってる方におすすめです。9番の木赤、私は結構赤くなっちゃいます。シューはリキッドリップは結構香りするんですけど、リップスティックは匂いしないです。ボビーもしないかな。あ、ボビーは成分の香りがします。あの3香りしないですよ、うん、そう、キアカ可愛いんですよ。でも私が使うと結構ピンクっぽくなっちゃうんですけど、元の唇の色が深い方だったらいいかも。元の唇の色が明るいと結構明るく出ちゃいます。これが3の9番、フリーラブみたいな、あ、合ってた、フリーラブです。これはちょっと深みのある赤でも割とツヤツヤで、うん、そんなに濃くなりすぎないです。録画残しますよ。そう、これが私の好きな赤リップでした。後半に紹介したのはオータムとウィンターどっちも持ってるものが多くて、まあ、イエベイエベイエベブルベブルベブルベっていう感じで紹介してました。3って持ちはやっぱりツヤが出るタイプなので、ずっと喋ってたりとかするときにはあまり持たないかも。あ、キューバ真っ赤になりますが、元の唇が明るいとなりますよね。リカさん唇荒れたりしないんですか。しますよ、今日めっちゃ荒れました唇皮むけまくってめっちゃ痛かったです。でもなんか毎日、まあ、いろんなブランドのリップつけたりするので、やっぱここ合わないなっていうのもありますし、私結構サンローランのリキッドタイプのリップよく紹介してる、これやっぱ荒れないんですよね。これとナーズのリップが割と荒れにくいので使うことが多いです。でもスックとかシャネルのココフラッシュとかが結構荒れちゃうので、保湿力高い系がなぜか荒れるんですよね。なのでそういうのつけた日は結構皮むけちゃうんですけど、その分夜にクラランスのコンフォートリップオイルとかディオールのオイルとかを塗って寝て、翌朝までに直してまた翌朝にしっかり唇を塗ってまた荒れるっていう無限ループです。荒れたらリップクリームをめちゃくちゃ塗って寝ます。そんな感じで私の好きな赤リップの紹介でした。途中まではこうきちんと感のあるブラウンのメイクとかって言ってたんですけど、結局後半話がそれてこんな感じになってしまいましたが、あのお付き合いいただいてありがとうございました。そうで、頑張って YouTube の動画をね今何個も貯めてはいるんですよ。3個あるんですよ今。そう、それぐらい撮ってはいるんですけど、まあ編集ができずにこう終わっていて、とりあえず素材だけあるみたいな感じなんですよね。なんで早く出せるように頑張ります。一番新しいティントも似合われますか。ありますよ、新しいティント、四角いボトルのでいいですかね。
やっぱり就寝使えるんですね。色なしは使ってます。でもなんか公式的には NG らしいんですけど、私は普通に使ってます。多分寝具につくから NG みたいな感じで NG なだけだと思います。そう、動画ね頑張ったので。リップスクラブあまり使わないですね。うん、なんとなく無理せず寝てくださいね。ありがとうございます。全然寝てますよ。毎日7時間寝て眠いなって思ってるぐらいですインスタはやってますよ。でも記号なんですけど、名刺名刺紙に書こうかな。それかどなたかコメントで打ってください。人だよ。あった。じゃあさっきのメモ用紙の裏側に書きますね。なんかね、難しいな。メモ用紙、インスタグラムは こちらです。なんでこちらから検索していただければ、あのインスタ出てくるので、よかったらこちらからフォローお願いします。インスタはちょっとあんまり更新してないんですけど、ちょっとしようっていう気持ちだけはあるんですけどねちょっとなかなかライブ配信ばっかしててね写真を撮ったのに、なるべくあげますね。すいません。2020年インスタ頑張るぞって思ってたのに一個も投稿してないすみません。ツイッターの方がまともに更新してます。ツイッターも同じ ID でやってます。ツイッターの方が割と速攻書くことが多いんですけど、インスタはあんまり書かないことが多いかな。それよりもライブ配信の方が喋ってるかもしれないです。そんな感じです。マスクありの顔出しますか。動画投稿でしてるかも。そう、まあライブ配信だけでいいぐらいですか。その方が楽ですねやだ恥ずかしい。そう、ハッピーラッキーにっこりですよ。ハッピーラッキーニコニコ。じゃあハッピーラッキーセブンのにっこりです。ツイッターフォローしました。ありがとうございます。ツイッターの方がめっちゃ書きます。そう、書きやすくって。実際にモデルさんとかにメイクしてほしい。誰かゲスト出演してください今度骨格と春夏メイク教えてもらいに行きたいです。あ、骨格はですね、アヤンヌ先生の方にお願いいたします。あ、でメイクレッスン2月単体でやろうと思っていて、あ、それずっとやるの忘れてた。ちょっと近いうちにメイクレッスンの日にち出しますね。一応今のところ15日の土曜日と次の週の土曜日でメイクレッスン、私団体のメイクレッスンでマンツーマン1対1でやろうと思っているので、ちょっとあの本当にギリギリの告知になってしまい申し訳ないんですが、1ヶ月切ってるんですが、来ていただける方いたら嬉しいです。ちょっと後ほどインスタじゃなくてブログに書きますね。そう、ずっとやらなきゃと思ってたのに。15と次の週って何日ですかね。20何日かな。団体のメイクレッスンでやっぱりマンツーマンがいいなっていうところがあったので、一人様1時間でやろうかな。なんでご都合合う方いたら、ちょっとまずとりあえず1日か2日でちょっと悩んだんですけど、2日間かな。あ、ギリギリの発表でも構いません。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。1時間から1時間半かな。1時間かな。どれぐらいがいいですかね。でも1時間で結構フルメイクできますよ。30分でフルメイクできるから、まあ、割と時間に余裕があるかなと思います。1時間で。ビューティーザバイブルで出てきたメイクさんで一番誰が好きですか。誰かな、誰かな。結構みんなそれぞれの良さがあるからなあ。決められない。あ、モーモーさんお久しぶりです。すごいお久しぶりな気がします。メイクレッスンテーマとかを決めていった方がいいですか。その方がありがたいですね。っていうかその方が、まあ、今後の自分がどうなりたいかっていうところでも影響してくると思うので、それは常にあった方がいいなと思います。例えばよくかっこよく見られるからちょっと可愛らしさを出したいとか、まあこの可愛らしさを存分に生かしていきたいとか、
まあサマーって診断されたけど、どのオレンジだったら似合いますかとか、なんかそういうお悩みがこうあった方が、事前にいただいてた方がこっちも準備しやすいかもです。メイクレッスン手持ちの化粧品持っていくとなると、バーティーケースがついていかない、すごい量。石井美穂さんが使ってた美容家電使ったこと一回もないです、どれも。でも全部気になりましたけどね。そうなので、メイクレッスンもしご都合合う方いたらお待ちしておりますね。そう、もう終わります。もうね、70分喋ってるんですよこれで。さっき動画2本撮ってて、その前に今日診断しておりましたので、10時から1時で、2時半から5時半でずっと喋りっぱなしなんですよ。ヌーディーなリップ、私の手持ちが全然なくてですね、ちょっとあんまりお役に立てないかもしれないです。シャネルの春コスメはネイル2つだけです。濡れメイク、濡れメイクってオイルのツヤとかってことですかね。でも私はできないかも。ファンでカバー力落とせないね。喉やばいですよね。そう、お茶持ってくるの忘れちゃって、喉がサガサです。まあそんな感じです。はい、じゃあなるべく早めにメイクレッスンの告知いたしますね。皆様来ていただけたら嬉しいです。1日何組になるかな、 2,3 組かな、 2,3 人。骨格診断、痩せたり太ったりしたら診断結果変わりますか。変わらない、あ、10キロぐらいじゃ変わらないってあやぬさんが今日言ってました。あー、確かに田中みな実インスタライブ見てて遅れまくった。そうですよね、同じタイミングから始めました。あ、皆さん田中みな実さんから流れてきた感じですかね。はい、そんな感じです。なんで、はい、そんな感じです。はい、ね、皆さん見ていただいてありがとうございました。またライブ配信、次いつできるかな、ちょっと日が空いちゃうかもしれないんですが、またやりますね。なんで見ていただいたら嬉しいです。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。